tudo bom. Outside of 25. Outside of 25. You win the ball. First leg, game on. はい、来ました。復活蓮見選手ですね。一時期ちょっといなかったですよね。対するは鈴木博成選手。さあ301から235残りに対して348残り348残り鈴木選手。あれ鈴木選手このフォームだったかな、ちょっとなんかねもうちょっと構えてたような感じしましたけどね。さあ289残り286から266から247と135ブルから行くんですかね。ブルから行って110残りを20、90残りをブル、70ですね。今でも3投目70、10、18でよかったんじゃ、まあそうですね、ちょっと分かんないです32。3020、5ダブルに入って15ダブル、1に入れて15残り、さあ215残り、さあトリプルに入って135残りを20チョイスの115残り、7チョイスのバースト、今の3本目はちょっと余計でしたねさあ19残り、20からいくのか19からいくのか、19からいっての96残り、おっと17チョイスで74残り、さあもう一回7、そして4ダブル、ぶつけたら入りそうですね、入らず。さあ74残り18、14、14からいくのかな、18からいった。さあトリプルに入れば20残り、10ダブル、決まらず。
うちに入れての2ダブル。狭いなやっぱり狭いなやっぱダブル決まらず。さあアレンジからの4ダブルからの2ダブル。狭いな。1ダブル。いやー決まった。鈴木選手が決めてきました。見事に決めてきましたね。さすがです。いやスティールダーツの怖さですよね。でも少しアレンジなんかを間違えたりとか引っ張ったりすると点差で有利に進めていてもちょっと鈴木選手のちょっとボードどうにかなんないのこれ。こっちでできない。でもさっきさっきまで良かったけどね。状況で刻一刻と変化してるってこと。あ、今あった。あ、ピントがこうカメラがこうスマホがこう調整していくんですよね。こう光とかに合わせて。ちょっとねヨーロッパのねなんかオランダあたりの選手っぽいですね投げ方がね。鈴木いろんな選手343残り。さあ383残りですね。さあトリプルからで223。さあ来た163から上がり目出してきます。見事180じゃないとね。あれですもんね上がり目が143残り。そして18 87 80残り。トリプル捉えて132をもう一本112残り86残り18から トリプル捉えれば16ダブル32残り。あっと決まらず。ここ決めたかったですね。112残り92から60 72を12。そして見事にアレンジまでですね。16ダブル。さ
すが。しっかり決めてきました。さあ 2-0 から蓮見選手先行のゲーム。でも本当は蓮見選手ね、もうシンプルで構えますよね。さあ140取ってきた。この140は大きい。その75から135を取ってきますね。281残り140取りたいですね。カバーします。236残りですね。さあ233から、おっと上がり目だそうですね。これで一気に鈴木博成選手有利な状況。トリプルからで121残りから101残りか。さあ100取ってきます。140で58残り。60までで81残り。もうこれ19、12っていうね、パターンですよね。トリプル絡めば12ダブル。さあトリプル絡めて12ダブル。あーうまい、これはうまい。トリプルダブル、鈴木弘成選手見事に32進出です。